こんにちは、まちどりチャンネルです。ご視聴いただきありがとうございます。今日は鳥取県米子市米子駅に来てます。これからね、米子の駅の周辺を歩いていきたいと思います。2022年の8月29日日曜日、28日ですね、28日日曜日、時間はですね、午後3時ではですね、歩いていきたいと思います。今ね、米子駅かね、生まれ変わるみたいで、駅舎が、これは仮の駅舎になるんでしょうか。なんかね、生まれ変わりますということで、あとこの鉄橋みたいなのがあるのは東西自由通路っていうふうに書いてました。駅前ですね。今日はめちゃくちゃ天気が良くて、でもね、ちょっと風が強くて、風がなければ最高なんですけど、あ、でも風があった方が涼しいのは涼しいんですけど、まあ、やっぱり撮影のことを考えるとあまり風が強いとやっぱりちょっと風切り音とかがね、やっぱり出るんじゃないかと心配だったりとかするんですけど、ステーキの隣、これは味の名店街、鳥取は牛骨ラーメン、鳥取全体がちょっと米子の変化忘れたんですけど、牛骨ラーメンが有名ですよね。これはどこから、これね、気になりますよね。何でしょう、これ銀河鉄道だんだん広場っていうらしいんですけど、銀河鉄道じゃなくて山陰鉄道発祥の地っていうことらしいです。あとですね、歩いてどれぐらいのところですかね、駅前とはまた違ったところに繁華街があるみたいなんで、そっちの方にね、向かっていきたいと思います。左側へ取ってって、こんな感じでね、ちょっとなんか駅舎がないので寂しいんですけど、風がね、やっぱり強くて、こっちにバスロータリー、バスターになる、そういうのがあって、
中の道ちょっと通ってみましょうか。スナックだったりとか、あんまり中入らない方が良かったんでしょうかね。あ、東急インがホテル街ですかね。ホテル客目当ての飲み屋さんとか飲食店とかそういう感じなんでしょうか。表通り戻った方が良さそうですね。これはまた大きな居酒屋さんなんですかね。町食居酒屋。なんか結構ゆっこう綺麗に舗装されてるんですけど、商店街ではないですかね。昔商店街だったとかかもしれないです。この辺なんか街灯がちょっと凝ってますね。
でもなんかちょっと商店街っぽいんですけども、9号線沿いの道を右に曲がっていきたいと思います。この辺も駅前商店街っていう感じだなんですけども、うん、こういう感じでね、お店はあるんですけども、まあ本当商店街っていう感じではなさそうです。これは ANA クラウンプラザホテルですね。この赤い建物の奥が米子市庁舎でしょうか。こっちもね市庁舎っぽいんですけど、この手前のね、これかな、これ赤いレンガの建物が市庁舎っぽいですね。あの右上に分かりますかね、米っぽいシンボルマークがあって、あ、米子 市役所って書いてますね。米子の米の字をシンボルマークにしてるんですね。
これをね、右に曲がったら、繁華街があると思うんですけど、有名な方なんでしょうか。ちょっとわかんないですね。高島屋、見えますかね、高の字がちらっと見えてると思うんですけど、あの辺りまでね歩いていきたいと思うんですけど、市長市役所、この左は何なんでしょうね。市役所の、さっきのとは違う建物なんですかね。ちょっと分からなかったです。この道とは逆にこっち行くと米子城に城跡に行くみたいです。ここは米子本通り、アーケード商店街がありました。結構長いですね。こっちも商店街っぽいんですけど、じゃあこっち歩いて、ちょっと時間がもうね20分経ってるんで、ここを歩いてどうするかちょっと考えたいと思います。
今日はですね、この後また3カ所ほど歩きたくて、なんとか鳥取までたどり着きたいんですけど、マカロニ食堂、米子支店って何なんでしょうか。こちらね、美濃屋陶器店、日本クローム工業株式会社、あじゃないですね、有限会社、呉服屋さんですね。めちゃくちゃ音楽が流れてるんで、ちょっと声を、音を全部カットしないとダメかもしれないですね。結構この辺営業してるお店多いですね。半分弱ぐらいは営業してますね。この辺はちょっとシャッターが立ちますけど、この左側とか、もうちょっとね、どこに向かうといいんでしょうか。高島屋はどこに、シルバージュエリアさん、左手の方にね、あるんでしょうか。なんかちょっと洒落た外観の美容室とかあります。
川沿いをちょっと、どっちになるんでしょうかね。北に向かってって感じでしょうか。なんかちょっと洒落た雰囲気のお店が並びますね。左側はね、川が流れてるんですけども、いい天気ですね。左側の川は鴨川っていうみたいです。左に行くとさっき歩いてきたアーケード商店街、本通り商店街に行きます。こっちですね。こっち歩いていきましょうか。しました。癒しどころ、あそこにね、小麦あるぞ。見えませんよね。あれが多分高島屋だと思うんですけど、高島屋の前あたりで終えましょうかね。駐車場100円、どれぐらいで100円なんでしょうかね。夜6時から朝9時までで最大400円。
あ、ここはでも高島屋じゃないですね。スタンス。もう少し歩いたところが高島屋っぽいですね。もうちょっとだけ歩きましょうか。このテナント募集部来ましたね。模型屋さん、ホビーショップがあって、高島屋です。やっと始まりです。ああ、ここもアーケードあるんですね。じゃあこの右側にアーケード商店街があるんで、ここを歩き切ったところで撮影を終えたいと思います。これね、日曜日ですからね。でも結構車が止まってるんで、皆さんどこへ行ってるんでしょうか。ここはエルモール一番街。電話屋さんすごいですね。携帯電話 PHS ポケベル取り扱い店、懐かしいドコモとツーカーのロゴが書いてたりして。ではこの商店街を映しながら終えましょうかね。本日もご視聴ありがとうございました。ですね、今週は鳥取県をですね5箇所なんとか歩こうと思ってます。まだね2箇所目でまだまだね歩くとこあるんですけど、ちょっと頑張って回っていきたいと思います。
合わせてねご聴いただけたらと思います。本日もご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらですねチャンネル登録いいね押していただけると嬉しいです。ではありがとうございました。